遅いですね。で、どういうこと？え？どういうこと？なんでどっちカメラかかってるって？嘘でしょ。え？嘘でしょ。え？嘘でしょ。かかってたの？イノシシちゃんが。ふざけんなよ、ジャシ。真っ黒してたよ。どこ？だってここさ、昨日ん？匂いだ。昨日かけたとこ。本当だ。黒黒してる。でしょ？ちょっと、映像だと分かりづらいかな。もうちょいそっち行ける？ああ。これは昔俺がくくった場所や。うん。ここに。ああ。これね、あれかな、映ってる？あ、これだ、背中が映ってるね。生きてる？うん、生きてると、生きてる、生きてる、顔伏せてる、寝てんの、うん、結構よく寝てるよね。はあ、臭くない、発情してないから。いや、小獅子や。まあ、ちなみにですね、ちょっと動画にはしてませんけど、僕が4日前に撮ったイノシシはね、60キロでね、いいイノシシかなと思いきや、小指よりも長い牙あで、オス発情種はしなかったんだけどね、体にボッコクレた後、みたいなんだよ ね、あの喧嘩傷ね、うん、でまあそれを見てね、刺激されたのかどうか知らないですけど、昨日ね、うちの嫁さんがここ、獣道ね、ここあの、まあ、よく取れる場所なんですけど、久々に来たらね、足が出てたんで3つかけたんですよ、うちの嫁さんが。大伐採があって、ちょっと足遠のいたんだよね。そうね、うん、ここのね、奥が今明るくなってますけど、全部杉林だったんですよ。大伐採があって、もうちょっとしばらく来ないかなーつって足が遠のいたんだけど、うん、ここでだいぶ昔にね撮って、でいい思いしたね、うん、で昨日ね、いやここ行ってみようよっつってね、うん、来たらあったんで、かけたらかかってたと。そうそうそう、罠がちょうど軽トラに3つあったから、うん、あ、3つ私のね、そう3つ取られたんですよ昨日ね、3つ私のねっつって、うん、でまあ、でまあ今日はね、あの二手に分かれて見回りしてたら、急に電話がかかってきて、なんか様子おかしいから見に来てっていうことで上がってきたら、うん、カメラ回してる鬼嫁がいるっていうわけわかんない状態ですやろうと思ったけどね、はい、まあ、ちょっとね、背中がね見えるんだけど、これこれ背中、うん、背中、お尻だねこれね、うん、こっち側がお尻になってますね、巻きついて動かなくなってると思いますんで、うん、はい、じゃあちょっとね処理していきましょう。はい。もう握られたら嫌なんで、一旦旦那に空気銃を取りに行ってもらいました。お揃いの、いや、これこれぐらい折ったたけでいいって。いや、大事な私の獲物だからね。そう、うん、あんたは別にいいけど。起きてる、起きてる、おちびちゃんよ、ほら、うん。こっちを、あ、すっごいつぶらな瞳で見てる。はい、じゃあ、あのおでんおさんがクッキー中でやれってこと、あ、鬼嫁さん、今年初物ですね。そうだね、僕はもう鹿2頭、獅子1頭取ってますけどね。マウント始まった。それあなた仕事ですから。じゃあ、止め打ち。はい。
行きます。来ました。入った。ある程度埋め戻しをしてある程度平らにすることでしばらくしたらまたイノシシの通り道になりますので、うん、できるだけかかった後っていうのは埋め戻した方がいいと思います、うん、また同じ場所でね取れるから、はい、そんなね、まあ、特にこういう人里のイノシシっていうのは極端に道を変えたりっていうことはあんまりないんで、うん、もう本当決まった道をねやっぱりまたしばらくしたら通り始めるっていうことがほとんどなので、うんね、このままにしていく漁師さんも結構いますけどもったいないですよ、うんはい、もう戻してねまたいい漁場が戻ってきますんでね、まあ、マナー的なところもね含めてこういったね、うん、イノシシの掘り返しっていうのはね極力じゃないな絶対埋めるようにしてください。はい、はいはい、じゃあ引き出していきましょうか。まあね、子供ですけどウリが消えたてって感じかな、うん、ですけどね、まあなんとか昨日かけて今日だもんね早かったね個体は早かったですね、うんまあ、多分親子で通ってる場所だったんで、まあ、お母ちゃんがいるかな、うん、親が絶対いるはずなんで、うん、まだこの大きさだったらね、はい、ね、やっと年明けて初物、はい、令和6年ですか今、ね、令和6年の初物うん、イノシシで始まりましたね、はいはい、メスということで僕もまあね撮ってますけどね鹿イノシシ鹿って今日ね実は朝鹿撮ってるんですよ、うんねそういうことですよね本当器ちっちゃく見えるから気をつけな今日は鬼嫁さん昨日かけて今日撮れるという撮れるで、今年の初物でした、はい、ありがとうございます。まあ、まだねかかりそうなんですよ、ね、はい、まだ足跡もいっぱいあったんでね、うん、引き続きたまにこうやってあそういえばそこ最近行ってないなみたいな、うん、っていうのは大事かもしれない、ね、そんだけ場が休まってる可能性があるから、うん、そうだね、うんうんはい、というわけでコメントでもありましたけど最近鬼嫁さん登場シーンが少ないということでね、まあ、苦情も来てましたんでやっと鬼嫁さん登場になりました、はいね、そろそろおもし外すか何がもう俺ばっか撮ってたからさ動画にしてもさっていう花がないからってうるせえはいというわけで、はい、鬼嫁さんエンジンがかかり始めたようなので、はい、今後に期待していいんでしょうかね。そうね、はいはい、撮ってくれて葉っぱかけられてるのではいというわけでね、はい、今年もまた頑張ります。頑張ってね地元のイノシシ、はい、しっかり捕獲していこうかなと思います。はい、はい